もっとスピード出せないのか。うるせえな、落ち着けよ。趣味が悪いにも程がある。俺は信じねえ。塚内さんたちの勘違いにかける。怪人ノームは複数の個性に耐えられるよう体を改造された人間だ。生きた人間じゃない。脳みそから心臓に至るまでめちゃくちゃにされている。グラントリノさん、こっちは授業飛ばしてきてるんです。簡潔にお願いします。若くしてその命を落としたとされている男、白雲もおぼろのものと極めて近いことが分かった。翔太、日差し、卒業したら一緒にヒーロー事務所作ろうぜ。ほら、3人いればさ、誰かがミスっても残りの2人がカバーしてくれるし。俺はまだやるとは言ってない。やろうぜ。白雲もおぼろは俺と同じインターン先で亡くなった。倒壊する建物に巻き込まれ、あっけない死。おそらく火葬の過程で白雲もおぼろの遺体をすり替え、ノームという凶器のおもちゃに変えた。絆による奇跡でも期待してるなら大衆映画の見過ぎでは。根拠がありゃ奇跡は可能性になる。プレゼントマイク、イレイザーヘッド。ご遺族には、君たちでダメなら面会を頼むつもりでいる。こんな気持ち悪い話を親御さんに伝えてたまるか。幽霊襲撃以来ですかね。しがらきと村は元気ですか。知らねえよ。しがらきが気になるのか。ええ、彼の世話が私の使命。俺が拾えないとやり過ごした子猫を迷わず拾ってくるようなやつだった。相沢翔太か。俺、白雲もよろしくな、翔太。俺のゴーグル貸してやる。これなら目を守りながら近づけるだろ。そんな俺をお前はいつも引っ張ってくれた。ここを教会か何かと勘違いなされている。後先なんて考えず死んじまったら全部終わりだってのに。俺、山田と先生やってるよ。生徒に厳しく当たってきた。生徒たちにはお前のようになってほしくなかった。己が命を軽んじるヒーローにはお前のようになってほしかった。誰かを引っ張っていけるヒーローに、白雲もなろうぜ。ヒーローに。ノア、異常あり。こんなことをしても帰ってくるわけでもないのに。いえ、誰がお前を変えた。白雲も。答えろ白雲も。俺たちのヒーローを志した。白雲もおぼろ。誰かがミスっても残りの二人がカバーしてくれるし。でも、ねえ、大丈夫か。乾いてしょうがねえよ。辛い話をさせた。この恩には必ず報いる。ノームって何なんですか。ワインと同じさ、踏みにじって絞り出すんだ。わからない。進展期待してます。そう、ご苦労様でした。今忙しいんで俺パスで。飲み物買ってきますけど、いります？コーヒーブラック。はいはい。病院ピースが揃った。あとはいいぞ、しがらきとむら、想定以上じゃ。